それともう一つ、その未だにまだまだその止まない誹謗中傷、これに関してもどういうふうに平本さんは感じてますか？まあね、あのしかるべき行動として今回ね、スマイルアップないしスタートエンターテインメントもかなり本腰入れてね、あのセーファーインターネットっていうね、あの協会、うん、あの、はい、誹謗中傷のね、うん、なんていうんだろう、撲滅っていうわけじゃないけど、うんまあ、いわゆる誹謗中傷に悩んでる人たちに対して、まあ、その協会が、はい、まあ、いろいろね、うん、指導とかアドバイスとか、はい、あるいは、はい、まあ、いろいろこうなんていうの、連絡してくれたりとか、うんまあ、いろいろ作業もしてくれるというような、まあね、セーファーインターネット、まあ、まあ、だいぶ前に、はい、スマイルアップでも掲げられてるし、うん、で自分自身もそれ直接案内されてるので、うん、あの誹謗中傷のね、はい、そう、よからぬ、掲載文言、うんうん、があったらば申告してくださいと、はいはい、例えばそれはあの削除要請だったりとか、うん、で、まあ、なんなら、相手を特定して、訴えましょうとか、うんまあ、そこまで言ってくれるかどうかは別にして、はいはい、自分で願う方向に、うん、運べる、まあ、考えることができるというような、はい、まあそういった、まあ、なんだろう、NPO をはじめ、いろいろね、そういった組織があるんだけど、うんうんまあ、スマイルアップがね、セーファーインターネット、協会のね、参助会員かな、はい、になって、なんか入ったっていうのは出てますよね。そう、そこはしっかり、まあ、はい、がっちり組んだ、うん、ので、はい、要するに、スタートエンターテインメントにいる、あれ、旧ジャニーズ事務所のタレントじゃなくても、まあ、みんなが使える、うん。で、今回の被害申告者、の方たちも、うんうん、使ってくださいと、はい、もうダイレクトにそれはもう直接紙でも言葉でも案内されてるんですよ。まあ、使うって言ってもね、はいまあ、でも自分で自分の被害の文言云々っていうものを誹謗中傷っていうのを見て、でそれで URL だったり ID だったりっていうものを揃えて証拠として提出するっていう作業があるので、はい、なんか志望とね、石原志望と話してても、うん、自分のね、悪口で検索してみるばかりないよなみたいな、うんうん、だからひどいやつは、うん、警察とか刑事さんもね、うん、これについて、うん、なんかこう事件性のある高いものだと、うんまあ、それはちょっと許せない、うん、ちょっと感化できない、うん、っていうことは、まあ、警察が動いてくれるので、まあ、そこで被害届だったりとか刑事告訴ですね、告発じゃなくて、うんうん、告訴とかもできるので、まあ、そういったことでね、まあ、できる手段はあるんですよ。平本さん自身も、うん、だって警察に ね、そう3件、そう行ってそう出して、はい、7月にね、送検、一件送検されて、はい、で今もそれで検察に会って、はい、で僕も先々週、2週間ぐらい前、検察、横浜地検に行って、聴取を、はい、被害聴取をね、はははは受けましたけど、はいまあ、これについてはね、うん、今後、起訴に運ばれて、どうこうっていうね、はい、なるかならないかって今その段階の捜査、うん、中案件ですね。じゃあ3件のうち1件はもう動いていて、そのまま起訴という。あと1件がね、はい、居所不明みたいな、所在不明みたいな、なんか捕まらないみたいで、そう、とかね、そう、なんかその捜査状況もね、あまりこう、細かくね、入ってくるわけじゃないんだけど、いろいろ教えてくださるので、すごいですよ。なんか警察24時みたいな。なんかね、いきなり踏み込まれるらしいですね。で、証拠隠滅されると困るので、いきなり踏み込んで、パソコンとか携帯とかを押収するらしいです。はぁ。これ、なんかテレビで見たことあるやつじゃんみたいな。なるほど。そう、はい、そういうような、ああ、やっぱりそういうことちゃんとやってるんですね、警察もね。捜査っていうか、お仕事を。はい、あ、そうだったんですかっていうね、うんうんうん、いやいや、それ本当にご苦労様です、ありがとうございますみたいな、ええ、だからまあ警察もね、警察で、うん、そこで間違いがあっちゃまずいじゃない、はい、いや人違いでしたみたいな、うんうん、ね、うん、なんかそういうことにならないように、はい、やっぱりこう事前にね、はい、しっかり調査捜査をして、はい、でタイミング、それこそね、見計らってってで踏み込むと、まさになんかドラマみたいな、ね、警視庁24時みたいな、ああいう感じなんだな。でもそうすると、もし家族のいる人たちとかだったら、そういうこと、家族もびっくりして、目の前で一体お前何したんだってことになるわけでしょ。そうそうそう、
そういうことになってしまうんです、うんうんうん、そういうことにならないように、はい、ね、傷つくのは自分だけじゃないし、ね、そういうリスクがありますよってことですよね。そう、うん、自分がね、したことっていうことの罪のやっぱ重さ軽さは多分分かってない、うん、あるいは分かってなかったと思うので、はいはいね、ちょっといたずら心が過ぎたとかね。そもそもだからなんか愚痴的なものをね、あの公にしたいのであれば、悪口でもいいですよ、なれば、うん、相手を特定しないことです、うん、ね、うんうん、名前まで書かれて、特定されて、根も葉もない噂レベルで貶められるのは、ちょっとね、うん、違うでしょっていう、うん、自分がされたらどう思いますっていうね。だからそれがね、こういった、はい、まあ、罪と罰という形になって自分にね、うん、まあ帰ってくる、襲いかかってくるじゃないけど、うん、ね、明日は我が身だと思ってくださ い, っていう、うん、しかもね、そのそれが一つの原因になって命を落とすケースもね、これはこの問題に去年もありましたから、まあね、この問題に限らず、はい、広いところで、まあ、このネット上のいじめと同じなのでね、それはもうね、自分たちに限らずっていう、うん、この例えば有名無名も関係なく、うん、至るところであることなんで、はいはい、実際問題はそういうことでね、うん、あの日本もそうですけど、お隣の韓国でもね、うん、芸能人の方々で、ね、はい、それで苦しんでっていうのは、はい、そう本当にこう、ね、頻繁って言っていいぐらいニュースとして入ってくるので、うん、まあ、それだけね、国際的なものもそうだけど、社会にね、本当にはびこっているの、うん、本当にきつい、いやらしい問題だなと思って、人のね、モラルの問題じゃない、うん、でしょ。それがなんでね、自分たちでね、制限セーブできないんだろうと、本当にね、これだけ世の中でも問題になってるのになかなかなくならないっていう、うん、この人間の心の闇っていうか、うただね、うん、僕らで言うと出れば増える、出なきゃ減るみたいな、あ、おっしゃってましたね。その差はあるので、はい、常日頃から恨まれてるわけでも嫌われてるわけでもないんだなっていうのは分かるわけですよ、うんうんうん、ずっと出てるっていうことでもないし、はいはい、なんかしばらくおとなしいなと思って、あと結構早いですよね、なんかいろんなこと書かれた割にはすぐ消すやつも結構いる、だから結構警察とかが追っかけてくれてて、ね、なんか掲げられてそこが結構きついもんだ、脅迫レベル、になってくると結構だから書いてる方もやばいと思うんでしょうね、すぐ消す、そう、すぐ消すから証拠がなくなる、じゃあ一回その脅迫的なことを結構なくなる、だから死ねとか殺すぞみたいな、そういうのすぐなくなる、それは書かれたりもしたんですか。そう、知ってるよ、すごい知ってるよそれってやっぱりちょっと怖いですよね、うん、いやだから僕は35年間それをずっとあるんで、うん、でしょ、うん、要するにね、その時はもうその事実じゃないっていうふうに見られてたから、うん、ね、うん、だからそのそれ長い、長かったわけ、うん、だからぶっちゃけ慣れてるっていう部分もあるんだけど、うん、ね、わら人形送られた人だからね、うん、リアルな、うん、そんなことからデジタルに変わって、不特定多数から匿名だね、うん、ね、なんか卑怯なね、文言文明、はい、届くけど、届くけどっていうか掲げられるけど、はい、まあ、彼ら彼女たちにとってそれがね、何の楽しみ、はい、癒し、うん、喜び、うん、なってるのかさっぱりわからない、うん、全然理解できないよね、人としてどうなのっていうふうに尋ねたい、うん、だそれは結局、うん、ね、何らかの形で刑事処罰っていうのがおそらく罰としては、うん、まあ、最高位である、ええ、まあ、そういったものに対して今回も、うん、民事とかっていうレベルではなく、うん、刑事罰処すということを僕は求めてますと、うん、ね、うん、決して許されることではないっていうことを、はい、ね、あの司法でしっかり定めて厳正な判断をお願いしますっていうことでお願いしてきたんです。